今回の親子運動は新聞紙を使ったものとなります。こちらもコーディネーション能力が上がる運動となっておりますので、ぜひお家でチャレンジしてみてください。自分でキャッチできるようになったら、お父さんお母さんにもキャッチしてもらおう。新聞紙を足の指で掴んでボールをコントロールしてみよう。丸めた新聞紙でキャッチボールしてみよう。じゃんけんに負けたら新聞紙を半分に折って、そこから落ちないようにしよう。新聞紙を床に落ちるまでにキャッチしてみよう。一つができたら二つでもチャレンジしてみてね。落ちてくる新聞紙に当たらないように素早く避けてみよう。飛んでくるボールをパンチもしくは叩いて落としてみよう。
タイミングよく当たらないようにしてジャンプしてみよう。